なんか喉にいいとされてる蜂蜜みたいなやつを買ったんだけど、はいはい、一言も何も読めないんだよ。でもただここ、はい、京都だけ読める。あ、京都だけ読めます。これなんか中国とかのやつなのかなと思ったら京都のやつ。これはどこで売ってるんですか？アマゾンで買ったんです。あ、アマゾンで買ったんですね。使ってみてどうですか？こういうのはね、聞いてるか聞いてないかじゃないの。あ、すみません、なんかちょっと野暮なことを。違うんだよ、これは。アゲインのセブンスルール始まる、はい、アゲインのセブンスルール始まるよ。これ聞いてるか聞いてないかじゃないの。聞いてる風飲んだっていう事実が大事。そう、事実が大事。聞いたと思い込むこと。それ待ち受けなんですか？そう、待ち受け。日野先生に書いてもらった、はいはいはい、イラストが待ち受け。もう一個あるでしょ。ああ、それか。ああ、いいっすね、なんか。これいいっすよね。うん、全部わかってる人の顔する。あとこれとか。あ、それかわいいっすね、めちゃめちゃ。のりここ先生に書いてもらって。はいはい。アゲインワンバンライブの鉄一番始まりますけど、皆さん調子いかがですか？目の前ですからね。ステージからは、はい、100センチくらいの景色が想像できないから、あ、どんな景色で今日ライブするんだろうっていう不安。始まる前舞台袖が一番。じゃあ皆さん大丈夫ですか？はい、始めていきますよ。お願いします。お願いします。お願いします。心が決まったオタクたちに向けてですね、あの可愛い曲用意しましたんで、まあ、そうですね、僕27歳、生誕ライブ、今日僕の日ではあるんですけれども、この僕の日に向けて準備してきたみんなの曲を歌いたいと思います。聴いてください。君のコフレ溢れてただけなんて
が今照らしてくれてるペンライトちょっと高く上げて。このペンライトがないと俺は活動できてないわけだな。このペンライトにこう照らされて今ステージに立ってるから、こうやって今ライブができてるわけで、君たちがこういうペンライトをこう振りにここの場所に遊びに来てくれなかったら俺は輝いてないと思うので、本当に皆さん、僕に、たくさんの光を、ありがとうございます。これからも、何年何十年先と、歌い続けていきますし、これからもみんなにいっぱい笑顔を届けられるアゲインでいられるように、活動頑張っていきますので、ぜひとも、これからのアゲインのこともよろしくお願いいたします。メイクアップという EP を作るにあたって、まあお化粧をするのをテーマに曲を制作していったわけなんですけれども、お化粧をするのってやっぱりこう綺麗にしたりとか、なんかこうなんか華やかにしたりとか、自分の気分を上げるためにお化粧をする人もいると思うんですけど、自分のコンプレックスを隠すためにお化粧をする人も少なくはないはずだと思っていて、僕も自分で化粧をし始めたりとか、したのも自分のコンプレックスを隠すのがきっかけでした。で、あの、と一緒に話をしていく上で、アゲインの人生についての曲にしようっていう話をして、ウセライを制作したんですけれども、まあ幼少期の頃というか、まあ、思春期の時かな、肌荒れがすんごかったもの。で、その肌荒れめっちゃしてたのを、まあ同級生とかの子たちがね、もうあの顔に不実もついてんじゃん、きめえみたいなことから始まり、顔いじみたいな結構多くなっちゃって、でそこからすごい自分の顔面に対するコンプレックスっていうのを抱くようになって、今じゃこんなにたくさんの人がさ、アゲインさん顔かっこいい、ビジュイって褒めてくれるのに、なのになんかそこでできてしまったコンプレックスっていうのは大人になってもまだまだ消えなくて、で顔面に対してのコンプレックスから始まり、自分の心もなんかすごい閉ざしてしまうような、そんな心情がありまして、本当にお化粧をするみたいに自分に自分で嘘をついていろんなことをしのいできたと僕は自分では思っていて、まあ、数々のなんか悲しい出来事があったりとか、なんか苦しい出来事があったりとか、皆さんもご存知のようなことがあったりとか、そういうところに自分で蓋をして、俺は大丈夫、ちゃんと綺麗にお化粧してみんなの前で笑顔で立ってるから、そう思いながらステージに立ったり活動したりとかしていたけど、それって本当にいいんだろうかって思い始めたのがきっかけで、なんかいろいろこの世と話をしていくうちに、自分ってどういう風になりたいの、アゲインってどんな風になりたいのって話をされた時に、最終的には愛されたいんだなって執着して、自分はコンプレックスをこう隠してきたりとか、コンプレックスいっぱい抱えてるけど、そんな自分でも隠してる自分だとしても愛してほしいな、中身の俺もあわよくば愛してくれたらいいな、なんかそんな自分の中のコンプレックスはまだ直せてないんだけど、そんな自分でも誰かが愛してくれるようなそんな人間でいられたらいいなと思いながら、花代が言葉を紡いで音楽にして、僕の気持ちを、音楽にしてくれました。すごい大事な曲なので、ぜひ皆さんも何か重なるところがある僕の心情と重ねてこの曲聴いていただけたら嬉しいなと思います。うまく話せなくてごめん、あとは全部歌に乗せて届けます。聴いてください。つらい
すごい今思いっきりの後も全部噛んでた。皆さんやっぱりこのライブに来るまでに、まあ、さっきもチロッと同じような話をしましたけれども、なんかこう頑張らなきゃいけないことだったりとか、しんどいことだったりとか、辛いことだったりとか、なんかいろんな、なんか自分をこう鼓舞してでも頑張らなくちゃいけない出来事ってこのワンマンライブの日までにたくさんあったと思うんですよ。この人生の中でもなんかそういうことってたくさんあると。そういう時ってさ、なんかあの頑張ってる人に頑張れっていうの良くないよみたいな風潮あるじゃない。で、頑張ってる時に頑張れって言われるのめっちゃ重たく感じる時だよ。あるよね。でもさ、俺みんなになんか、なんだろう、配信のコメントとかリプライとかでさ、頑張らなきゃいけないことがたくさんある中で、俺、頑張り以外の言葉が見つかんなくて、なんか、頑張ろうね、もう俺はお前の辛さを持ってあげることできないしなって思うから、頑張ろうね、もうちょっと違うし、ファイトもなんか軽く感じちゃう感じがあって、なんかこう、頑張れって言葉ってむずいな超思ったの。なんだけど、やっぱりこう特典会の時とかにさ、私こうしんどいことがあって、しんどいことあるけど、インさんに元気もらいにワンマンライブマジ楽しみにしました、めっちゃ元気もらいました、これから頑張りますって言って帰ってとか、明日期末テストなんですけど私来ちゃったっす、元気もらいたくて、だから頑張りたくてアゲンさんのワンマン来たんです。すごいでしょ、明日期末だぜ、仕事先でうまくいかなくてすごい悩んでるんだけど、どうしようか、すごい悩んでます。転職しようと思ってるし、あの仕事辞めようかと思ってるし、どうなるか分かんないけど、なんかアゲンさんに頑張れって応援してもらえたら頑張れる気がするんですって言ってくれるやつがいるんだよ俺には。だから頑張れって言葉ってなんかこうすごい時に重く感じてしまうかもしれないけど、俺から放たれる頑張れはマジでスーパーパワーだと思って、お前らが今頑張ってることを軽視してるわけでもないし、本当にしんどい中頑張ってるんだろうな、それでも俺に笑顔で会いに来てくれてるんだろうなってのがすごいわかるから、だから俺からお前らに頑張れってエールを送るときは本気で頑張れって思ってるし、俺も頑張らなくちゃいけないことを頑張る、一緒に頑張ろう、ベクトルは違うけどさ、俺のハイパーパワーの頑張れをぜひ受け取ってほしいし、もうなんか誰かがお前頑張れっていうのやめた方がいいよって言われても、俺はもうみんなに頑張れ頑張れって背中を押し続けるお仕事をしたいなと思ってます。給料発生しますよ。今一番頑張れって言われたいの俺かも。素敵。ワンマンライブっていうのはですね、本当に特別な時間でございますから、毎年毎年ワンマンライブやらせていただいてますけども、これって特別なんですよ、当たり前じゃないです。だから俺はこの当たり前じゃない時間をどれだけ楽しめるかっていうのにこうやっぱ全力を尽くしてステージで楽しんでたんですけれども、皆さんは楽しんでいただけましたでしょうか。声をかけたら返してくれる人がいて、マジで当たり前じゃないね、この空間は。私はですね、なんかうつらいの MC でもちょっと言った通り、別に心が強い方ではないんですね。すぐにこう、ポキッと折れちゃうんですけども、でもやっぱりみんなにはかっこつけたりさ、やっぱりこう、ニコニコ笑顔でさ、みんなにかっこいいところを見せたいなと思ってさ、思わないでずっと立ってるの。なんだけど、なんかこう、やっぱ仮装者ってやっぱしぐいものもいっぱいあるんだよ。こういう幸せなこともたくさんあるんだけどさ、第三者からの声っていうか、なんかいろんな見られ方とか気にしちゃったりとかさ、うわなんか俺今伸びてねえなとか、なんかそういうのでなんかこう心がポキッといってしまうことが多々ありまして、でもそれがちょうどその公の映画終わって自分あれは2月あたりかな、12月あたり、まあ、実写の YouTube 頑張る。
楽しくやってたのが始まるんだけど、なんか編集するテーマのが、なんか、なんか、活動、なんか、楽しいのに動かねえみたいな、そういう感覚っておかしかったんだよね、俺。まあ変で、歌を歌うのも好きだし、こうやって雑談配信するのも好きだし、これこうやって今配信中雑談配信するのも好きだし、あのこうやってステージに立ってみんなとね、こういろいろやるのも好きだし、なんかアゲインの活動すべてが本当に楽しいはずなんだけど、なんかそういう数字とか人の目とか、なんかそういうのをこう気にし始めちゃってから、なんか楽しくなくなっちゃって動けなくなっちゃって、俺気づいた、楽しいことだけやってれば最強なんじゃねえか、俺が楽しいと思えることをこのステージの上で楽しいと思えるまでやり続けたら、それが最強だなって、この時に思って。で、俺が楽しいと思うものの中には、必ずと言っていいよ、君たちがいるんだよ。君たちが見てくれないと、君たちが聞いてくれないと、君たちが足を運んでくれないと、君たちがその赤いの持ってないと振ってくれないと、俺も楽しいって成立しないんだよね。俺が今一番欲しいもの、なんか、めっちゃ伸びててすごいですねっていう名声とか、あの巨額の富とか、何よりもお前らの時間が欲しい。今俺に費やしてくれるその赤いペンライトを振ってくれるその時間が何よりも欲しくて、なんでその時間が欲しいかっていうと、俺が楽しいから、ただそれだけ、ただのエゴなんだよね、全然。なんか俺が欲しいからお前らの時間が欲しい、ただそれだけの話なんだけど、その俺の楽しいにみんながついてきてくれますように、俺がその時間を奪いますようにっていう意味合いをつけて、テレビの納期というふうにもつけました。これから先ですね、インターネットでも、こういうステージの上でも、皆さんの時間を奪いに行く覚悟で、本当に虎視眈々と皆さんの時間を狙っておりますので、捧げる準備だけしに来てください。いいですか。俺が楽しいと思うことは思うことがたくさんあるので、ぜひ僕の楽しみに共感してくれる方はですね、僕に時間をください。いいですか。自分の楽しいを共有して、みんなが楽しいなと思ってくれたらみたいな感じでバーッとしたんですけど、これアゲインやめようとも思った瞬間もあったりとかあったんです。なんだけど、お前らがいてくれて、お前らが聞いてくれて、お前らがいろんな反応くれて、それで今ここに立ってるので、俺をアゲインのままアゲインにしてくれて、アゲインの活動させてくれてありがとう。その気持ちを込めて今から最後一曲歌います。俺の再出発の曲でもあり、始まりの曲でもあり、これから先ずっとずっとずっと歌い続けていく楽曲になると思います。アギモンマネムノックス、ありがとうございました。最後に聴いてください。アギ